興味を持ち、ものづくりはグッドなこと。その無限の知恵に付け足し、興味を引くはものづくりはグッドなことです。だから集団が公共施設を破壊したというニュースが入ってまいりました。だが心配ご無用、これは断じて政府への反乱などではないとのことです。
市民が選挙を要求。プレジデンテ、何が起こったのか信じられないだろうな。我々は戦争に勝ったのだ。全く驚きだ。どうして勝ったのやら。戦争は終わりましたぞ、プレジデンテ。反逆罪に当たらなければあなたに注するところです。プレジデンテ、これが本日の暗号表です。プレジデンテ、率直に言おう。なぜ私がこの星を愛してるか分かり。プレジデンテ、戦争がついに終わりました。さて、お次は。新しい戦争じゃないことだけは確かです。トロピコの諸君、私の民、私の子供たちよ。諸君の繁栄は私の名誉、諸君の結束は私の心の拠り所。そして諸君の愛を慎んで受け入れよう。諸君こそがトロピコだ。諸君喜べ、我々は正しかった。私が戦争に勝ったという者もいるが、コメントは控えよう。私は謙虚なプレジデンテ、歴史の本にもそう書かれることになっている。私の旅は通して壁が揺れ、屋根が雨漏りするのはさぞ辛いだろう。だが待っていろ、全ての家に屋根、たくさんの家に壁をつけてやるぞ。日々努力していれば、神がこの美しい島をお見捨てになるはずがない。それを保証してくれる敬虔な友人たちに感謝しなくては。現世でも来世でも、そう、プレジデンテに投票し、理想の未来を勝ち取る。皆の力で、ビバトロピコ。
興味をお持ちのものはありますか？統計的には周りの人間の誰しもがスパイの可能性があります。常に警戒し、怪しいことがあればすぐに通報を。特に家族の行動には要注意ですよ。世界で大人気のお墓タージマハルの完成を人々が熱烈な拍手で祝っております。トロピコの文化景観が墓に入るのはまだまだずっと先ですね。慌てないでくださいよ、プレジデンテ。でも、想像を絶する脅威の知らせがあるんです。ただ、もう、何とお伝えしていいのか、わかりません。
自由。戦争が終わりましたぞ、プレジデンテ。ついにあなたの無限なる偉大さを世界に見せつけるチャンス。私、興奮に震えております。